どうも、コウタくんです。今回は2月29日発売、サッカニー最新作エンドルフィンプロ4とエンドルフィンスピード4のシューズレビューやっていきたいと思います。イエーイ、ありがとうございます、ありがとうございます。ということでですね、サッカニーがなんと新作を出すということで、今回シューズレビューをさせていただきます。実は僕も以前ですね、エンドルフィンスピード2を履いてて、で今回だから2つジャンプアップですか、進化してるので、もうどんなものかということで、私待ちきれずにですね、今日も早速スピード4の方で練習してきました。もう3分半から3分15、結構上げたんですけど、めちゃめちゃ走りやすかったです。で今日はですね、まずこの2つの違いと、それぞれでですね、視聴者さんもマラソンペースいろいろあると思うので、今日はそれぞれのシューズでキロ6から3分全力ぐらいまで、6段階ぐらいそれぞれ履いてみた感触をですね話して、で最後より詳しいシューズレビューに移りたいと思います。なのでちゃんと履いてですね、私レビューしていきたいタイプなので、いろいろと試していきたいと思います。でちなみにこれ、まず最初に声を大にして言いたい値段がですね、これぜひ皆さん聞いていただきたい。なんとお値段2万4000円と1万8000円ということで、皆さんついに来ましたね。やっぱシューズレビューあるあるなんですけど、めちゃめちゃいいシューズでも最後値段聞いて、うわーもうこれ買えないじゃんみたいなねパターンもあると思うんですけど、今回なんとですね、購入対象に入ってくるんじゃないかということで、今回はあえて先にお値段を言わせていただきました。そしてプレートが実は違いまして、プロ4はカーボンプレート、スピード4はナイロンプレートということで、実はプレートも違ってるので、結構巷ではプロとスピードそれぞれ、プロの方がよりシリアスランナー向けで、スピードの方が本当サブウェイガー以上からサブ4まで結構幅広く合うということで、その辺の違いとかも実際にちょっと履いて、今から試していきたいなと思います。ちなみにサイズ感は僕はいつも 26.5 履くんですけど、 26.5 でぴったりでした。ということでちょっと試していきたいと思います。それでは頑張っていきましょう。レッツサッカニー。まずですね、プロ4から履いていきたいと思います。ちなみにこれちょっと面白いのが、このシュータンがですね、なんか折れる感じになってて、このサッカニーがなんかこうやって結んだ紐を隠せるみたいな、なんかそんな感じになってますね。これキュンポイント、キュンです。よしよし。であとこのね、横幅が結構広がって安定感が増したってことで、今日スピードの方も履いて走ったんですけど、めちゃめちゃ安定感、幅広だなっていう、なんていうんですか、横幅がすごい広い感じで安定感抜群でした。よしよし、行きましょう。これね、めちゃめちゃいいっすよ。普通にこれレースで履いてくださいって言われても全然履けるぐらいめちゃめちゃいい。軽いのと、あと結構ね、厚底感っていうかクッション感がすごくて、なんていうんかな、本当に結構厚底なんですけど、気持ち柔らかめなクッション性で、かつ僕結構ファーなんですけど、前側にすごい乗れるので、なんなのかな、このまま幅広の安定感なのか、結構フル足持つんじゃねって思わせてくれるぐらい、すごいふわふわな感じです。ふわふわな感じ、わかる、わからん、これじゃわかんないですね。いやーすごいな、この感じ。あるかな、このふわふわ感、ちょっとぜひ履いていただきたい。
やっぱね、いい、すごい良かったっす。やっぱ履いてよく分かりました。名前的にやっぱプロとスピード何が違うのかなって思ったんですけど、プロはもう僕の感覚ですけど完全に、まあ、エリートランナー向け、まあ、軽さもそうですけどこのふわふわ感とかめちゃめちゃいいっすね。いやこれすごいな。いや結構本当にマラソン履こうかな。じゃあスピードの方行きたいと思います。スピード4はですね、ここは終端がまた全然違う感じになってまして、なんか割としっかりめですね。なのでやっぱ初心者さんとかもすごい履きやすい感じにはなってるのかなっていうのと、まあ本当安定感がすごいですね。さっきのプロ4どっちかというとクッションが結構あったんですけど、こっちはどっちかっていうと本当扱いやすい感覚で、今日もロードで走ったんですけどすごい走りやすかったですね。スピード4今履いてみたんですけど、やっぱプロ4履いてからスピード履くと全然違いますね。こっちの方がやっぱ癖がなくてすごい、まあ、幅広っていうのもあるんですけど安定感がすごい。ちょっと走ってみます。いやー、いやプロとは全然違うわ。疲れた。この癖のない感じわかるかな。めちゃめちゃ設置しやすい。いやこっちはね、僕のやつよりも本当安定感がすごい。ということで、せっかくちょっと2足いただいたので左右違うシューズで走りたいと思います。全然感覚違うシューズで走りたいと思います。おー全然違うわ、すごいな。あ全然違うわ。いやこれね、やっぱやっていただきたいですね。店頭でもしこう2つあったら2足左右違うの履いて、これやっぱね左右履き比べると全然違いますね。スピード4の方がもうほんと広い面でしっかりと地面捉えてくれるので、割とマラソン後半とか今日の練習も最後きつくなってからも安定感すごいからめちゃめちゃ足回せて、でプロの方が履いた感じなんか高めで反発がすごいから、なんかやっぱキロ4切るぐらいかな、キロ4切るぐらいがすごい恩恵出そうな感じです。だからこのプロの方はもうポーンとポーンと行きたい感じ でスピードの方がもう安定感すごい、あんま疲れなさそうな気がしますね。じゃあ小和田くんといえばあれやっときますか、靴飛ばし。怒られんかな。大丈夫かな。あカットされてなければ担当の人に怒られなかったということで、まずプロの方からいきたいと思います。プロがカーボンプレートなんですけど結構硬いんですよ。まあ、わかるかな。結構硬めこんな感じなんですけど、スピードがね全然違う。スピードねわかるかな、これだけ曲がるんですよ。ナイロンプレートだからすごい曲がる。でプロの方が結構硬めなので、プロの方がもうほんとこの反発硬さを生かして走れて、スピードの方はどっちかというとこれだけ曲がるのでほんと癖がない感じですね。でここがね結構柔らかいんで、スピードの方がまあ分かりやすいんですけど、ここがねクッション性が抜群という感じになっております。ということでちょっと間違いがないようにですね、家帰ってゆっくりとシューズレビューしていきたいと思います。今のところいやほんと履いたらびっくりしたんですけど全然違いました。すごいな、技術の進歩ってすごいですね。やっぱ2からねしてたから、2の私からしたら今すごいんだよっていうのを教えてあげたいですね。はい、ということで帰ってきましてですね、ここからですねちょっと資料を見ながらですね
エンドルフィンプロ4とスピード4の紹介をしていきたいと思います。で、まずですね、私どっちかっていうと今好きなのは、プロ4です。はい、プロがですね、すごいハマっております。はい、すごくハマっておりまして、本当にも一言で言うなら、このマラソンでも全然履きたい。足通した瞬間からマラソンでも履きたい、スピードが楽に出せるシューズとなっております。はい、なので、まあ、結構ね、今シューズで、こう、16じゃないですけど、楽にペース上げたいなっていう方は、プロ選んでもらって、まあ、間違いないんじゃないかなというふうに思います。でまず前作と変わったところが、このミッドソールがですね、パワーラン PB とパワーラン HG の2層構造クッショニングにアップデートしたということで、より高い反発性が増しましたということで、いや、これですね、いや、ほんと履いたらわかるんですけど、めちゃめちゃ反発します。なんて言うんですかね、まあ、まさに、ザ・厚底みたいな感じの、高さをすごく感じるんですけど、さらに、すごくいい反発がもらえるので、おそらくそれが、さっき言った、楽にペース上げれるっていうところになってくるのかなと思います。そしてあとですね、アウトソールがこんな感じで格子状になっておりまして、これがですね、耐久性をより増しましたということで、まあ、最近のね、シューズいろいろと耐久性とか気になる方いると思うんですけど、これ、ちゃんと持ちます。はい、ちゃんと持ちますというか、このソールほぼ減らないんじゃないかぐらいのですね、なんかすごい強いソールになってるので、はい、こちらもですね、耐久性、値段安すぎて耐久性ないんじゃないのって思う方もですね、そんなことありません。安かろう悪かろうな時代ではありません。安かろう悪かろうの時代ではありません、今は。はい、安くてさらに高性能というですね、もう企業の努力がすごい。はい、っていう感じになっております。そしてですね、これも履いた感覚がわかるんですけど、このアウトソールがですね、すごく広くなってるので、この反発性もありながら、すごく安定感もあって、でそしてさらにですね、個人的にやっぱ嬉しいのが、もう軽量ですね。はい、本当に今やっぱ軽いシューズの方が、すごく走りやすいっていうのをですね、わかりました。はい。一昔前だったら、やっぱ軽いと薄底とか、軽いと耐久性ないとか、足へのダメージ強いという感じだったんですけど、今は軽い上にこの反発もあって、で、足も守ってくれて、で、さらにシューズの耐久性も良くて、そしてさらに値段も安いと、そして軽いということで、まあ、本当にですね、なんかいいところをもうすごく詰め込んだシューズになってるので、まあ、特にプロ4ですね、もう個人的には、まあ、最初スピード練習とかもやったので、そっちの方がま、癖ないのかなと思ったんですけど、まあ、プロはプロで、すごいいい味を出してくれるので、まあ、本当にマラソン本番ですね。どっちかっていうと、ちょっとこう、早めのペースで対応したいとか、まあ、気持ち突っ込んで入りたいとか、なんとかちょっとシューズの力借りて、ペースに乗っていきたいと。マラソンペースにちょっと不安があるっていう方は、プロ4選んでもらっていいんじゃないでしょうか。でこのミッドソールにですね、そのいろいろとパワーラン HG とか入ってるんですけど、このパワーラン HG っていうのがソフトで弾力性が強く反発性の強いバネのような性質。でその次カーボンファイバープレート入ってて、その次にパワーラン PB っていうですね、着地時に優れた衝撃吸収性と大きな反動力を発揮。でしかも軽量で足を前に出す時のエネルギー消費が少ない。そしてアウトソールというですね、まあ、4層構造みたいになってるので、プロは本当にこの技術が詰まった、シューズと言えるかと思います。まあ、あとシューズの特徴としてですね、ここがなんかスパイクみたいな感じでこうニット構造になってるので、このニット構造の終端のところも結構履きやすいというか、足に馴染みやすいようになっております。かっこいいっすね。はい、こんな感じになっております。ここがね、発泡スチロールみたいな感じなんですけど、すごい弾力を生んでくれるので、結構かかと設置でもまあ、いけるんじゃないかなっていうぐらい、厚みあって反発もらえるんですけど、軽いという感じです。これね、店頭とかあったらぜひ持っていただきたいですね。軽って絶対みんな言うと思うんですよね。そして、エンドルフィンスピード4。こちらでですね、僕もスピード練習とか、ペースをして、すごく、ペース上げやすかったんですけど、本当に安定感がすごくてですね。まず前作のエンドルフィンスピード3からの羽根付きのナイロンプレートを今回も使ってるので、耐久性も増してますし、結構言われてるのがその速いランナー、プロ4をレース用にして、スピード4を練習用にするみたいな方も全然 OK かなと思うんですけど、まあ、正直スピード4ほんと癖がないので、まあ、全然レースとか狙う方はいいんじゃないかなと思います。エンドルフィンスピード4、一言で言うなら癖がない、安定感抜群、マラソン後半も自分でコントロールしやすいシューズと言えます。だからどっちかっていうとナイロンプレートの方が、まあ耐久性もそうですけど柔軟性が高いので、
結構やっぱロング走とか距離走とかテンポ走とかそういう時にすごくいいのかなと思います。でこちらももちろん格子状になってるので耐久性ももちろんいいですし、また足幅もですね広くなってるので安定感があるので、まあ本当にまあ練習とかでもですね、まあ何でも正直いけるんじゃないかって思わせてくれるシューズです。まああと何よりもですね、まあ値段がすごく安いので、まあ全然履き潰そうと思ったら全然履き潰してまた2足目とかもまあいけると思うんですけど、まあこの値段でこれだけオールマイティでいけるのであれば、まあ1足持っておいて間違いはない、シューズと言えるんじゃないでしょうか。まああとですね、まあこのシューズに限ってことじゃないんですけど、まあサッカーニーといえばこのつま先が反り上がってるこのスピードロールっていうサッカーに独特の技術があるんですけど、これが結構ですね足を前に押し出してくれるので、まあそこは本当にどちらのシューズもいいのかなっていうところで、まあやっぱスピードが出しやすい、シューズになってると思います。なのでまあどっちのシューズ選ぶにしろ、まあサッカーにを選ぶのであれば、さっき言った値段とまあ耐久性と、そしてこのどちらもつま先でこう自然と押し出してくれるので、ちょっとこう自分の練習のスピードを上げたいとか、自分の弱点がスピード足りないことなんですっていう人は、まあ、このシューズ履いてもらったらスピードがこう自然と上がるかなっていうところで、まあ、それ間違いはないかなと思います。ということで、本当に今厚底めちゃめちゃレベル上がってますので、まあ、何がいい悪いっていうよりも、まあ、ぜひレースで履いていただきたい、もしくは練習でぜひ履いてもらいたい、あとまあマラソンペース以上まで上げることでシューズの良さっていうのが一番わかると思うので、ぜひですね試してもらえればと思います。ちょっと僕も機会があったらマラソンでぜひ履いてみたいと思いますし、また練習でもシューズ履いて練習しますので、またその辺もご動画上がればぜひ見ていただきたいなと思います。であと詳しくはですね概要欄に載ってますので、ぜひそちらもご覧ください。2月29日発売です。お楽しみに。それでは次回の動画もお楽しみに。ではまた。